LED パレードチャンネル。はい、ということで今日はシロカのホームベーカリーでさぬきうどんを作ってみる動画でございます。夜中にね、めちゃくちゃうどん食べたくなったんで、ちょっと調べて今から作ってみようと思います。すいません、パジャマでね。さぬきうどんめっちゃ食いたい。ということでシロカのこれ、まず開けまして、この中身取ります。ちゃんと羽がついてるのを確認してください。そしてはかりに乗せて、まあ、ゼロ表示にします。はい、ゼロになりました。で、今日使うのが強力粉ね、小麦粉、強力粉です。そして薄力粉、そしてこちらに入ってますけど、これが 145g の水に 15g の塩を溶かしたものです。入れます。はい、そしてこれを、なんか少なくない？ 160 にならないといけないよね。ちょっと水が少なかったかもしれないですね。160にならない。よかった、これで作っといて。水が少ない、これ160になるので水を調整しましょう。多分ね、うどんはちょっとした水加減で変わると思うんで、しっかりここは作りましょう。うどんはね、ちょっとした水加減で変わると思うんで、ちゃんと入れましょう。で、もう一回ゼロ表示しまして、 150g 薄力粉を入れます。そしてこれ結構ね、やっぱマイナスボタン、ゼロ表示の便利ですから、これ買った方がいいです。そして小麦粉、強力小麦粉を150入れます。入れまして、この時にコンセントを初めて挿します。はい、このホームベーカリーでやる時は食パンコースでこねるんですけど、タオル下に引きますね。30分でスタートしましょう。よーい、スタート。この間もね、動くまでね、時間かかったんですよ。心配になるんだろうね。ある程度すぐちょっと動く反応してほしいよね。こねるね。うどん、ちょっと待ってね。お、いた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 。なんだ、もう時間めっちゃかかったのよ、お前。こね始めたのが今なんで、今から30分だよな、多分。便利でね、時短とか言ってますけど、私ここでずっと見てます。
なんとなく小麦もね、ヘリについてたやつも取れて、もうちょっとでダマになりそうな気がしますね。これトータルで30分ってことでしょうね。混ぜてる時間は関係ないと思います。で、他のねサイトも見たんですけど、これでダマにならなかったら追加で大さじ1杯水を入れて、もう一回次はこねるというメニューで15分やってくださいって書いてました。あと9分でできんのかな。7、6、5、4、3、2、1、0。止まんない。できてないですねってことなんで、今から大さじ1杯水を入れてこねるで15分、もう一回やります。そうすると出来上がるみたいですね。ちょっとこれに合うやり方、まあいろんなもので違うんでしょうね。メニューを今、こねるが11なので11にして、こねるを15分設定して、大さじ1杯の水を入れます。これでできんのかな。下でいいか。できましたね。開けてみましょう。オープン。割と固め、ちゃんと混ざってる感じ、ダマはないですね。このね、綺麗にできてる真ん中かな。そしてちゃんと線をして、ではこれをですね、丸まったやつをかかとで踏んでぐるぐる回っていって、そしてまた平べったくなったのを丸めてぐるぐる回って、これをね3回ぐらいやると書いてましたんで、やってみたいと思います。すぐ広がる。簡単に広がりますよ。
本気で、ちょっと待って、やめて、今地面に下げる、怪我したんだよ、7回目だ、丸めといてビニール袋に入れて、夏は30分から1時間、冬は2時間から3時間寝かせると。ということで3時間寝かせます。 LED パレードチャンネル。はい、というわけで、一応2時間経ちましたね。ちょっとね、湯気っててなんとなく盛り上がったような、しっとりしてる。じゃあこれをしかないですもんね。あ、押したらカカカカカってなる。3ミリぐらいの厚さに伸ばしていきます。で、これのし棒ね、100均で売ってますから。伸びる伸びる伸びる、結構戻るね。お湯止めまして、できました。両面に片栗粉です、これまぶしまして、これを折る。はい、そして今から3ミリのあれ切っていきますね。3ミリカット、こっちは折れた。あ、つながった。やばいやばいやばい、結構つながってるパターンや。ちょっとやばいっすね。先っぽが切れてないぞ、これは。おお。やばい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 。ちょっと、これ。こう、やっぱこう、こうした方がいいんだろうね。ちゃんと切れてるかどうか確認しながらやりましょう。沸騰したお湯に10分です。で、茹で上がる前に紹介したいんですけど、今日はこのキッコーマンの本つゆを丼に大さじ2杯で、お湯を2杯入れて、ここにもそのままバンと茹で上がった麺バンって入れて、あと卵をバンとかけてぶっかけ、絶対うまいぞこれ。味ね、もうちょうどいい、ちょうどいい味なんですよ。何倍濃縮なの？4倍濃縮なんだけど、ツルトンタンぐらいの量あります。よし、一つかみ出ます。半分残そう。 OK。
じゃあね、こっちはもう明日のお昼いただきます。ちょっと10分経ったら1本だけちょっと締めて食べてみたいと思います。1本だけ取って締めて塗るね。あ、割ってきた。よしよしよし。で、1本これですね。できました。ちょっと食べてみますね。うん、めちゃくちゃコシあるな。もうちょっとこれ、もうちょっとやった方がいいな。ちょっと麺が、あと2分だけやりましょう。じゃあ追加で2分茹でました。太いんで、もう冷まして食べたいと思います。では、自分で作りましたですね、釜玉うどん実食いただきたいと思います。はい、楽しみに。これがなんかもう半分だな。ちょっとやっぱり太かったですね。このつるんとしてるとこが断面で、こっち側がね押してたとこ、なんかこの差が出てますよね。あ、まず素でいきましょうか。素でいこう。そのままさっきとどう違うか。うん、すっごいコシある。歯ごたえがすごいな。でもこれ全部溶いて食べましょう。ちょっとやっぱりね、太すぎるんで取りづらい。取りづ、めちゃくちゃ取りづらいわこれ。食いづらいけど食ったらね満腹感がすごい。うん、うん、うまっ。焼きだけ焼きだけ平べったいやつもあります。きしめんもいただきます。なんでだね、あのイカ食ってるみたい。うどんとイカの間ぐらいです。いや、細かったらだからね、良かったんだよな。この太さだとあと5分は湯がいた方がいいですね。いや、あと10分ぐらい湯がいた方がいいのかな。うん、ということでね、以上がシロカホームベーカリーで作るでございました。ありがとうございました。また他のね動画もありますんでね、ぜひ見てください。そしてチャンネル登録、コメントの方、そして高評価よろしくお願いします。いただきます。してなかった。いただきます。